はい、第250回です。今日は9月24日、また明日からですね、夜勤の勤務なんです。これから帰りに灯油を3缶ばかり買ってってですね、灯油代上がってんだろうなということで、今回250回の話題はその灯油代が上がったとかに関係する話。今農家がね、農家さん、まあ大変なんですよ。本当同情する。これは山形放送、 YBC 山形放送の記事ですね。生産者自助努力限界ということでね、ウクライナ侵攻や円安などで資材価格が高騰、農業資材高騰ということでね、まあ農業資材何なのか、まあ輸入依存度の高い一部の肥料、農業資材が高騰していると、肥料とかね、JA 山形市場会などが9日知事に対して生産者への支援強化を求めたと。どういうことか、まあ、輸入依存度が高い肥料といった農業資材価格が高騰し、農家への大きな負担になっていると。肥料ね、これほとんど日本の場合輸入なんですよね。肥料とか、あと農薬とかもそうですよね。で、さらに輸入価格、今円安でしょ。それにエネルギー価格、まあ例えば農業にね、重機を動かすのにね、燃料、ガソリンとか軽油とかかかるんじゃないですか。それとあと、もしまあ今からですね、特に今からだけど、ビニールハウスなんか温めるのに、それこそ灯油とか重油とか使うんじゃないですか。そういったエネルギー価格も上がってるし、肥料も上がってるし、まあ大豆とかトウモロコシとかですよね、肥料量の。あと農業資材なんかも輸入ですからね、かかると。もう自助努力でなんとかなるレベルではないということで、この JA 山形中央会が県庁を訪れ、吉村知事に対して要望支援を求めたと。まあこうやってね、困ったら知事とかにね、支援を求めるっていうのは、まあ普通の時であればね、いやいや困ったからって補助してとか補填してとかいうのは民間企業ではないですよっていう形で、まあ私も厳しくっていうか、厳しい立場っていうかね、思ってたんですけど、これ食料は安全保障に関わるっていうのがね、今回のロシアのウクライナ侵攻ではっきり分かったんで、で世界的に今食料価格上がってて、っていう時にやっぱりね、外国から輸入してたんではね、まあ、価格が上がるならまだしも、全く入ってこなくなるっていうね、どうしてもどの国も自国優先ですから、自国民のためにまずね、自国の食料っていうのは使いますんでね、本当にいざっていう時は。もう日本なんかね、そういう時に入ってこなくなるんじゃないかっていうのがあるんで、自給自足、自給率っていう意味で、日本も本当にカロリーベースで多分 30% 台いってんのかいってないのかっていう話ですよね。なんで、まあね、これ本当に今強烈な円安と強烈なエネルギー、原油高プラス、まあ原油高はちょっと一服しつつありますけど、円安プラス原油高、さらにこの飼料高、大豆トウモロコシとかのね、上がって農業資材価格上がって、これ大変だと思いますよ本当に。だからね、あんまり補填するっていうかね、もう困ったからって支援求めるなと、普通の一般企業はね、そんな支援求められないんだからって言いたいところだけども、まあ、やっぱり助けてあげるべきなんじゃないかなと、今回ばかりはね、今回ばかりはって言ったら変ですけど、で、やっぱ国の安全保障っていう一環もあるんでね、これ、食料の安全保障ね。本当に食べ物何より大事ですからね、これ本当に人間が生きていくためには最低やっぱ 50% ぐらいはね、自給率高めないと、今の日本の状況はちょっとさんさんたるありさまですよ。万が一って時にどうするの、本当に国民が飢えちゃうよっていうレベルですよ。でさらに今回台風14号がね、列島縦断して特にひどい被害が大きかったのが九州ですよ。九州の皆さん、本当台風14号で大変な目に遭われてる。本当にね、気持ちをお察しするに、
台風14号は各地に大きな爪痕を残したと、農家からは悲痛な声が聞かれたと、宮崎県の国富町っていうのかな、流れる本庄川沿いでは 農地が広範囲に冠水したと、30アールの農地すべてに水が浸かった。いや、農業用ハウスのビニールが破れる被害が出た、農家の女性は82歳は、育ったキュウリが泥に浸かったのを見ると涙が出たと。ピーマンも植えたばかりなのにということでね、農家の宿命とはいえってね、天候に左右されるのは農家の宿命なんだけどもっていうね、言葉が出ないな、本当涙出ると思う。せっかく今まで育てたのにっていうのはね、台風一発ですよ。さらに加えてのね、資材価格の高騰、あと燃料高、原油高、まあ我々っていうか普通の勤め人してる人もね、灯油が上がった、ガソリンが上がった、困りますよ。食料が上がった、困ります。この農家の皆さんっていうのは本当にそれをね、糧に生きてる人たちですから、なりわいにしてる人たちなんでね、もう言葉が出ないと思う。本当つらいと思う。で、やめないでほしい、本当に。やっぱり困った時はお互い様じゃないけども、こういう時はね、公的資金導入して、ただでさえもう農家取り巻く状況っていうのはね、30区40区どこじゃないですよ。で、農地っていうのは守っていかないと、もう国や地域のね、荒廃につながりますんで、それこそクマとかイノシシとかね、自然の野生動物がどん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 ね、里山に来ちゃって、やっぱり今の水田とか田畑ね、畑とか維持管理していくっていうのもね、これ日本の景観守ったり、あと地域守ったり、する意味でもね、本当に大事だと思います。そういう意味で、まあ国もね、もういろんなところからお金ないない、お金くれ、補助してくれ、助成してくれ、大変だと思います。いろんな業界から来てね、これは。今回のこの円安とエネルギー高と資材高、肥料高、これはもうトリプルパンチなんで、なんとか農家さんね、支援してやってほしいなと思います。はい、台風被害もありましたしね、九州とかね、本当に農家の宿命とはいえですよ。あとこれからね、本当もう異常気象当たり前になっててね、気候変動でこれ止まんないですよ。多分これから自然災害、あと農家さんに天候任せの農業ではやっていけないと思うんで、まあオランダみたいな感じで水耕栽培とかね、まあいろいろ問題、私素人なんでね、わからない点も多々ある、問題も多々あるんだろうけども、まあハウス内とかね、建物内で育てる、技術っていうかね、ノウハウっていうかね、少しでも積み上げていく努力っていうのは必要なんじゃないかなと思います。ほんと日本はね、食料自給率が低すぎるんで、なんとかしていかないとね、少子高齢化も大変な問題だけども、この食料供給、食料自給率高めるっていうことね、国策として推進していかないと大変なことになりますよ。はい、ということで、夜の叫び、もうキリがいいんで250回、これで今日は帰りたいと思います。また仕事を頑張って5日後ぐらいに話そうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。